はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつざわでございます。小林様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。逸見正孝、越谷市支部長、政治活動デビューいたしました。昨日越谷駅で政治活動やってまいりました。地味でも地道な活動を継続してまいります。越谷駅ご通行中の皆さんは美人が多いなぁ。個人の感想です。80歳ぐらいの男性にですね、日本は核武装しなきゃダメなんだよって言われて驚きました。これぐらいの方ってアベガー率が高いじゃないですか。テレビずっと見ててさ、パソコンで動画見れる 11% のエリート高齢者さんなんですね、多分ね。と思いました。朝日新聞社長、木村忠和。これで忠和って読むんだって。ユンだよね。ユン。慰安婦捏造がバレ、隕石辞任。その後、福祉大学の理事に就任いたしました。国際医療福祉大のマスコミ関係者ということで発表になっておりました。一つの学校に、読売、元読売も、元日経も、就職しており、教授やら学部長やら理事やらでね、これがゾンビ大学を外国人留学生受け入れで延命していることをテレビ新聞がチーとも叩かない理由であります。総務省に、総務省だね、文科省にとっても天下り先であり、マスコミ関係者どもにとっても天下り先なんだな、大学ってな。それでですね、金くれてやって、税金外国人にくれてやって、学校通わして、学費払わして、学校を養って、文科省とマスコミが叩かない。だったら我々が留学生超優遇を叩いて叩いて叩きのめさないと。あまりに不公平で、日本人学生と親御さんが気の毒ですよ。450万貸し付けて600万円以上取り立てる日本人に対しては、外国人には年間380万円くれてやる。4年間で、いくらになるの ?1500 万ぐらい。こんなことやってっからですね、若者が希望持てなくて、2人の大学の学費払えないよな、なんて、1人でいいかみたいな。出生数が毎年毎年右肩下がりなんですよ。今年もですね、記録更新で、前期、1月から6月の出生数が、初の40万人以下になってしまったそうであります。36万人、38万人って言ってたかな。去年86万人しか生まれなかったかじゃんつって大騒ぎしたのに、今年は80万人切りそう。天下り先のために、いらん大学増やして、留学生を優遇して、日本人学生を冷遇してる連中はですね、自分の生活のために子孫を犠牲にしてんですわね。許しがたいな。このままでいくとですね、2050年には人口1億人、65歳以上が、6800万人になるって、7割が65歳以上、このままでいけばの話なんですけどね。もうこうなると、高齢者の定義を75歳からね、80歳からね、で、引き上げるしかないんじゃないか、私考えておりますけれども、麻生さんも、そんなこと言ってましたよね。今の60代元気ですからね、70歳から高齢者ってことでいいんじゃないですか、言ってました。昨今は、特に女性は、60代でも、昭和より、明らかに違う。断然若々しい。後ろ姿、シュッと立って若い人と見上げつかない。背筋も伸びてるし、腰曲がってるなんて人、あんまし見にくくなりましたよね、60代。70代でもね、腰曲がってる人なんか、あんまり見なくなりましたもんね。2050年は今の50代が80代。50歳ぐらい境にですね、分かってる率多いんで、ですんで、昨日の越谷駅の80歳ぐらいの男性、核武装しなきゃ、人は、本当レアだなって思うんですけれども、分かってる率が多いので、もちろん50歳以上でも、分かってる方は分かってますけれども、世の中、激変すんでしょうね。30年後。まあ、一世代ですか。
私その頃生きてられるかわかんないですけれども、まあ肺がんやってますから再発が心配でね、現在パソコンで動画を見れるエリート高齢者さんはたったの 11%、だがそれが30年後は 90% になるとかね、今自在にあのパソコン操って、動画でも何でも決済でも何でもネットでやってるなんて、あの50ぐらいの人が80歳になるわけですからね、あれ消費税下げたら税収総額むしろ増えるよなとか分かってる人が増える、女性を無理やり社会で輝かせようなんていらねえおせっかいだな、女性にとっても迷惑だよな、とか分かってる方、留学生を優遇するのは国力低下じゃね、なんであの日本人が苦労して蓄積した学問外国人に分けてやんなきゃなんねえの、おかしいよなっていう風なね、分かってる世の中になって少子化もあの改善していくかもしれないですね、奥さんにですね社会で輝け働けっていう旦那とですね、働いても働かなくてもええでいう旦那とどっちが女性に優しいがつって話なんですよね。正社員の枠が100あってね、全部男を採用すればですね、100組の夫婦が、できる可能性ありますよ。まあまあ、正社員とそうでない非正規って言ったら、正社員の方が結婚しやすいっていうのは、もう明らかにデータで出てますんでね。100人の正社員の男がいたら、100組の夫婦が誕生する可能性ある。男女同数で、50人男と女性50人正社員で採用したらですね、50組しか夫婦できねえよ。そうでしょ。正社員の男が結婚しやすいとしたらさ、これツイートしたらですね、フェミが発狂してたっけ、何人も何人もギャオ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 ウォンウォンウォンって、文句垂れてましたけど、まあ聞いちゃったみたいだな、この理屈。何を言ってるんだろうこいつはみたいな、罵倒の嵐でしたけれども、どこがどう間違ってっかは言えないのね、あいつらね。ただただ気に入らないってだけで、頭悪いからな。 NHK が無断で破損した世界遺産紀伊山地の霊場と参詣堂、修復が今日から開始だそうであります。全て NHK の負担で NHK の責任で行うと教育委員会が発表しておりました。現地のねネットの反応です。それも受信料だよな。まさか受信料で、その金は国民が強制的に取られたもんなんだが、 NHK が NHK の金でっていうとなんか腹立つ。受信料の目的外理由は OK なのかよ。NHK が世界遺産をぶっ壊す、 NHK が世界遺産を破壊したのはこれで2回目。何勝手に人の受信料使っとん。徴収した受信料を全くのあの自分勝手で起こしたね破壊の尻拭いに使うとは。そんなのね、職員から罰金、だっつって集めてやったらいいんだねえのこれ、関係した職員。こんなんだから払いたくなくなんですよね。払ってねえけどね。というわけで、NHK スクランブルデモを開催します。イコール解体であります。スクランブルにしたら、もう生きていけない。NHK は崩壊する。わかりきってますんでね、調査で。今日ですね、公園使用許可証を確保いたしました。渋谷区役所。でですね、10月2日日曜日、渋谷神宮通り公園、前と同じ集合場所です。午後1時30分集合。皆様、NHK を叩き潰すため、ぜひご参集ください。当局に申請が正式に載ったら正式に告知いたしますけれども、今日は公演使用許可、確保して、手元に、ぎっちり握ったので、予告、告知いたします。叩かないとね、今度調子こいて、ネットから受信料取り出しますんでね、現在ですね、絶賛暗躍中であります。どこの法律変えれば取れっかなーみたいなことを一生懸命てる。ネットは通信であって、放送じゃねえぞバカ野郎って言いたいんですけれども、そんな理屈は関係ねえんだわな。これもですね、分かってる人の率が増えればおいそれと、こんな勝手な真似はできねえと思うんだ。NHK、スクランブルデモの規模も、大きくなるでしょうしね。最新の政党支持率。統一が、
統一で叩かれている自民が下がってると思いきや、先月の35から40に上がってて笑ってしまいました。逆に立憲が6から 5% に下がってるんですけど、もう誤差かもしんねえな、これな。ネットの話、立憲下がってて草。そりゃあ立憲も統一と関係してたし、テレビの力本当に落ちたな。野党もクリーンじゃないから、統一叩きはブーメラン。外国のカルトが排除できれば OK。国葬反対で支持率低下の報道は何だったのか。嘘だったんじゃね？嘘報道。自民には不満があるが、野党は論外だし、自民は嫌いだが、他はもっと嫌い。というですね。岸田、今日統一と関係を断つ自民党は、統一と名乗って選挙ボランティアに来る、わけでもないので、統一と言わないで選挙の手伝いするんで、実効性には疑問がありますけれども、こう言い切ったのは良かったんじゃないでしょうか。だって関係あった保安党はここまで行ってないしね。立憲に至ってはですね、14人関係してたが、全員統一と知らなかったので、セーフとか言ってるしね。ここでも謝ったら死ぬっていう特殊な体質が災いしてますよね。で、誰がうんこしたん？おごんないから言ってみ。みんな目つぶれ。うんこしたやつは、手を挙げろ。あとですね、絶対怒るパターンですね、これね。NHK 番組で、茂木自民幹事長、左翼的な過激団体と共産党との関係がずっと言われてきた。そこについても全く調べないというのも問題だ。まあ、統一と自民、統一と自民って言ってっけどさ、あんたらさ、いう話でね。小池晃発狂、事実無根。こいつらすぐ事実無根っていうのな。私もね、豊島区議会で、共産党は革命目指してて、逆らえば殺されますよ。言ったらですね、事実無根とか100回くらい言われました。小林って議員に。共産党のね、茂木、社会的に問題がある団体すべてについて考えていかなくては。公明党に喧嘩売るようなことも言っておりますね。小池、発言を撤回しろ。茂木、拒否ということで。ネットの反応です。そもそも共産党自体が左翼過激団体なわけで、統一より共産中核派、核丸派の方が問題。社会的に問題ある団体、公明幸福も追加で。幸福はなんか今んとこ犯罪絡みのことは聞こえてこないな。公明はなんか大勢で取り囲んで、ギャオギャオ説得して、とうとう入会させちまうっていう、そういうですね、洗脳と、強制、入会強制の話は聞いておりますけれども、事実無根って関係しているどころか、そのものだろ。左翼過激団体そのもの。公明、社民もな、革命目指す反社が政治団体に偽装しているのが共産党と。事実無根って、だったらなんで、未だに公安監視対象なのっていうですね。お前らが過激な左翼団体そのものじゃないですか。小池がまあ一番嫌がったのはですね、社会的に問題ある団体をどうするかの部分じゃないですか。すべて。今日革命目指す反社の自覚あんだな、小池はな。なんか極左や日本第一党やフェミでも観察してるですね。こいつら結局ですね、自分が気に入らないやつを滅したい、滅する力が欲しいって連中なんだな。結論出ました。なんかあった時にすぐね、死刑にしろこねえぞって言う人いますけど、こういう人はその気その気がある人だな。それはわかりますよ。悪人が退治されたりなんかするとスカッとしますよ。水戸黄門とか遠山の金山とかそのパターンじゃないですか。あとね、ジョーカーね。自分に、対してあだなす人を元同僚のコメディアンであろうがなんであろうがやっちゃってますけれども、あれをに共感を持つ人が多い。実際に模倣犯っていうか、そういうのもね、今後そういうのジョーカー犯罪って呼ばれんじゃないのかなって思っておりましたけど、うっすらとね。社会が、に不満があって、自分がどうしようもねえことを、社会のせいにして、小学校を襲撃した
宅間守るであるとか、通り魔であるとか、ジョーカー犯罪っていうのありますから、まあ、あの人間誰しもね、自分が気に入らないのがバッタリ行くとバッサリやられると、あの気分いいっていうのはありますけれどもね、そんなことを個人個人がやってたら、あの世の中大混乱になって生活成り立ちませんよ。言論弾圧大好きだし、極右も極左もフェミどもも、言論弾圧大好きだし、人がなんか言うとすぐギャオンギャオンって言ってくるし、異論は認めねえし、暴力的だし凶暴だし、総括するし打ち下馬するしでね、日本第一党代表ね、あの最近は選挙で全然勝てないことを日本人の程度が低いからだ、これだから日本人はダメなんですよなどと悪口言いまくってんだって、ふざけてるよねこいつね。で、何がね日本人のための唯一の政党だって話、選挙に勝てねえのは全くの不徳のいたすところですよね。参院選で落選した私も不徳ですよ。知名度不足、力不足が原因だったのは分かりきっていることでして、有権者のせいにするっていうのはあんまりではな、しかも女主語巨大化しちゃって日本人の程度が低いとか言っちゃって、それはね、あの意図的に主語をでかくしてごまかすっつなんていうの、詭弁っていうんですか、すり替えっていうんですか、よくね、あの韓国の新聞も、自分らが憎まれてることを棚に上げてアジア人差別がとか、言ってもね、あれと一緒だな。まあまあ、あのこういうね、ジョーカーの素質があるやつが極左極右フェミやってんだなという結論に私は至っております。というわけで、メール党員さん大募集であります。草加市の立候補が取りやめになりましたんで、次の選挙は松戸市、11月20日投票日、11月13日開始かな、これに向けてあの私は動くつもりであります。他の支部長さん、どうしてもらうかは今あの考え中。9月半ばから9月末までは都内は政治活動を遠慮してくれ、言われておりまして、何せね、あの厳戒態勢警備で、なるからピリピリしてっからこっちも、言われまして、まあまあね、それでもね、ちょっと告知しねえチラシ配りぐらいになったらできるのかな、公安に聞いてみようか、思っております。デトックスジャパン。